もぎなおこです。えー、損保ジャパンと三井住友会場両者提起してます。えー、損保ジャパンに三つるまで払ってもらいます。そして、えー、三井住友会場と i o i 日清堂は損保のその物件等を回収してもらいます。えー、私は本物のもぎなおこです。私を必要と、必要としてるのは、えー、損保ジャパングループの、えー、まあ、あの、 パーカーアベニュー沿いの、えー、トーマス・ジェームス・ホワイトが狙っている、えー三,井不えー、三井不動産の、えー、あのホーンテッドマンションだけです。まあ、だから損保ジャパンに行きます、えー。トーマス・ジェームス・ホワイトを三井住友会場にくっついてたってダメだよ、それ。うん、私が損保ジャパンに請求をかけて、一気に損保、えー、ジャパンがお金を回収しますから。えー、私は損保ジャパンに請求をかけます。 不足分を三井住友海上が払います。それは判決によります。えー、山本リスタッカーなんていう高門ちきで頭のおかしいやつをいつまでも添えないでください。ちゃんとした、えー、それこそあなた方弁護士いっぱい余ってるじゃないですか。そいつを裁判所職員に添えなさい。あのー、私の一緒に裁判進行するやつが、やつだわ、八木建設。古昌綾子も、えー、上作文庫も、 えー、三井住友海上だよ。のあばずれね。誰かの嫁らしい。私関係ないから。女は絶対手席だから。今んとこ手席かけてる。山本律孝は人を変えなさい。どうせあなた方、ころころ人が変わってんだから変えなさい。そして、えー、私が請求をかける。損、え、保、ー、ジャパンに満ちルまで払わせます。そして三井住友海上が不足分を払う。 そして、損保ジャパングループの中意保険は、えー、三井物産の、えーまあ、ニューヨークのパークアベニュー、えー、マンション、ホーンテッドマンションを私と一緒に、えー、ニューヨークで裁判進行するんです。私はただあなた方と一緒にやるだけ。つまり、私はその裁判進行で言われたことに答えるだけです。まあ、通訳はいてもいいと思いますけどね。あの法律用語が出てくるから。 私は本人も補コ子。左骨折は私のは特殊だから。特殊だから。身ごきれいな美人さんごっこなんてもうそんなことはできないからね。えー、ユニベール三井、あの件もお金を回収しといてください。私は関係ないけど。えー、あなた方が私が一生懸命出したものを、えー、窃盗だけして、本人じゃなくて払ってないから。だったらお前ら損保ジャパンは多分潰れるよ。潰れる。なぜなら、 損保、えー、ジャパンは1580億円を流し続けたってことになるから、うん、回収したいんでしょ、私に払いなさいよ、中立保険、トーマス・ジェームス・ホワイトも、1580億だ、小室圭にそんな価値はない、えー、せいぜい年間8億円だ、私は、えー、15年かかってんだよ、30億が15年だよ、うん、計算してみろ、うん、4500億円だよ。うん うん、だから1580億はこの本庄市内の物件なんだけど私の偽物がバカみたいに裁判を次々起こしてたんだよ。で私は本人だから、えー、しかもあのほら、えー、怪我を負ってて働けないそして、えー、婚姻の,あの離婚成立もなかなかあいおい日生堂和損保が敗訴にしてたからできなかったんだよだからは三井住友海上とあいおい日生堂和損保にはとことんあの憎しみがあるから。 パークアベニュー沿いのホーンテッドマンション、えー、中立保険一緒に回収しましょう。あなた方は、損保ジャパンとしてちゃんと降りてくるんだよ。そして、ニューヨークでちゃんとお金を回収する。そういう作業をしなさい。私は本物の模擬直子です。えー、上沼恵美子あ関係ねえよ、お前。ふざけんじゃねえぞ、お前。<laughs> えー、関西人嫌いだから。以上、本物の模擬直子でした。